日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあ、どうするんだ。While working the morning shift, apply a continuous working shift in Banshee. Let's go work in the production zone. よし、もう少し頑張ろうぜ。Jadi sekali lagi kita kerja, terus kita ambil shift yang keduanya gitu. 来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。I'd like to apply for 3 continuous working day. はぁ、あ、いきなり何を必死になってる。特別許可権が急ぎで必要なのか。そうだな、オイラたち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。もう限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ。話す記憶すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。Come on, lunch time for payment.Ya, gue dengar ada suara kotak lagi. Sekarita, hataragi doshi deh. Oira mo kutakuta da zo. Mate, soyeba, kyou te mo hataragi tsuzukete 3日目になるんじゃないか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。 You are just realizing that now. Oh, buset, berarti kerja 3 hari tanpa henti itu. Nadaka, sesuji ga kyou ni samuku natte kita zo. Nani ga okiru nda? Demo, mawari o miru kagiri, nani mo nasasou da yo na. Oira tachi mo buji.特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。 It would be quite disappointment. まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んじゃあ。これなんだよ。大家のご飯なんで。お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。I never seen. まともなシェフに作れるような代物か。I have never seen a welfare meal like this. Welfare. There's something wrong with this meat. これってどういうことだと思う。もしかして
これがローアンの言ってた良くないことなのか。 And now our mills are have this strength。 それ以上言うなよ。もう分かったから、口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルディじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルディ、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を精算しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。お、ハルシナシカリや。も、問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。アパハルシナシカリ。お、どうしよう。ウォルジ、すごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして何か隠してたんじゃないのか。 Like we have really have to investigate ourselves。 そうだな、他に方法はないみたいだし。ふわ、さっきまで腹ペコだったのに、もう全然食欲がなくなっちゃったぞ。Range meat. The strength welfare meal received after violating the hidden rules of production. 午後はどうする？ Investigate the clue offer. おお、変わった人が何人かいるなっていうのには前から気づいてたぞ。Tak, tiga hari tak makan loh. Tiga hari tak makan, mereka masih kes tiga. Eh, kalau gua langsung tepar di tempat. Ori, Luan senpai janai ka? Doste koko ni? Ada. Saki chotto kengai shimatte na. Nani, chotto tsutta dake da. Shigoto o shite ryo yoku aru koto sa.先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部新運員さんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え？医務室に誰もいなかったのか？ああ、噂じゃ。昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。So this isn't just a coincidence. 変だな。シグインはいつも仕事熱心なのに、こんな時間にどこに行ってるんだ？別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグインさんの手を煩わすこともない。Empty in front. I've been told that infantry is always empty. Half hours then for lunch. But what could give we win to it? Serius sekali.ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。
プレゼントを送る際は特にこの点について注意するべきと。あ、もう読めすぎね。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。 But he object to us looking through his... じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。It's just about the characteristic of meliciness. The research note said that the meliciners perceive the world very differently from humans. That's all. The meliciners have also developed a sense of aesthetic that appears rather strange and alien to humans. Nah, itu betul sih.Wah, ada RMS juga. Not this again. Kau pernah? Wah, hampir. Dar. Kasih.ディディア。シボイン、お前医務室にいるはずじゃないのか？生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは、旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって？何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。Do you also happen to be veterinarian as well as at nurse? まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。Tapi kok beda dari yang ini evolusi kali ya? それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。気をつけるぞ。ありがとな。 The supervisor Sigewine. We often see Miss Sigewine observe at or near the production. Like she can perceive a general state of person health just by looking at them. Itu observasi yang luar biasa. Gua bilang.Kayaknya kita mesti itu kan berikut. Ya kita udah kelar ya.
属性を見下ろせ。調査を中断して休むか。Time for the for a rest。わかった。じゃあゆっくり休んで、明日また頑張ろうぜ。連続して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ？これまでの調査って収穫があったって言えるのかな？ But unfortunately, it's not related to children. そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べめと。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。 Who's to go to Amphitheron gather information? Eh? Let's spend some time to skip what?Let's go to work in the production. Oh. オイラたち、たくさん働くうちに、だんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でも、ずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？ Let's see if there any really easy work. おお、たまには楽するのも悪くないよな。Let's go to the hang ration ring. いいぞ。作業のないときは鉄拳闘技場で暇を潰そう。Ya lumayan lama juga ya.Okay, sebelum kita mulai, gua ganti tim dulu. Gua punya firasat nggak enak. Nyampe kah?おや、君は旅人だろう。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ。分かってくれ。でも、ここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい？興味はないかな？もしゲームで負けたら、特別許可権を取られちゃうのか？そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。
All right, I will give it a try. わかった。それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい？ You got your coupon right here. 毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。Okay. コリンズの言う通りに頑張って的を狙おうぜ。Gue lupa semuanya ini Ari pukulannya. Tuh, gua gak bawa rak Wanderer. Wanderer susah banget om. Oh, やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しいやつは君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。And not for sure if you don't let me have a go. そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だからゆっくりなれればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。There are some sort of rules here. ここで投票権を買ったことがないにもかかわらず、ルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて、勘もいいみたいだ。Hidden rules, that's what they call, right? ここまで来たら、お得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝、良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか？そんなことをするやつなんているのかよ。よくないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃、闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、
主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。なんで、マグチューマグなんで壊れる。双方の選手を同時に応援する奴がいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをする奴に罰を与えるっていうのか。If you seen what Reels looks like. ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？ Thank you very much for the information. おい、本気か？ Again. 嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。あいやー、なんだかあばし。Sounds like a good lead to me. しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら、多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ、何があっても知らないからね。Kayaknya kan di lihat Hesley yang kayak ngelakuin hal-hal yang. Hah, ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。また新しい一日か。今日こそ調査に進展があればいいんだけどな。さあどうするんだ。たち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お pilih yang bawah pun juga harus skip itu. Karena udah nggak ada ini, udah nggak ada clue gitu. おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？I'm to go to the foundation ring. いいぞ。作業のない時は鉄拳闘技場で暇を潰そう。Oh, langsung nyampe situ. Oke, mantap. Apa perjalanan? Oh, tadi sa, Tokyo Ken o kai ni irasan desu ka? Tsugi no shiai ga mamonaku hajimarimasu node, kau nara ima no uchi desu yo. Tsugi no shiai no senshu wa dare nan da? Konkai no ninki champion kōhō, Kiba senshu to Higashi Kangaku area no Tokishin senshu desu ne. Apa logatnya jadi logat barat ya? Sore te adana ka?それとも自分で作った肩書きか。変わった名前だな。
あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回は騎馬選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、We will buy ticket for both fighter. へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かっているぞ。わかりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。Yeah, berarti kalau kita beli dua tiket, harusnya kita dapat yang menangnya juga gitu. Oh, dia. Oi, tabibito, Paimon, 荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。買ったのか？オイラまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。Unless this is… おお！昨日、隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかして、この荷物がコリンズの言ってた、良くないことなのか？一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから、飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて。オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。Doesn't seem especially scary。 なんだ、お前大丈夫だったか。オイラに見せてみろ。A battle?おっと、なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色、ちょっとやばくないか。 And the liquid in the bottle obviously looks like a blood. What? ダラ、やめろ、それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。Do you want to give it a sniff? 無理、こっちに近づけるなよ、嫌だぞ。This place is chock full of strange happening after all. どういうことなのか分かるまで、この瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ。 Dragon's blood color.The strength package received the next day after piloting the hidden roots of Mangration Ring. さあ、どうするんだ？ Investigate the clue you discover. サボれるのって嬉しいな。特別許可権が惜しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。Di bawah kali ya. Demi apapun tempatnya, itu teleport juga. Promoter.
配りきらないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。ロガ、搬你心里。じゃあこんなとこで何してるんだ。なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。フォンタ社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ自社の商品の価値さえ分かってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない。だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな。他の方法を探してこい。とも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです。強に言っては強に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。あとラッキーや。本当に試したって聞いたけどどうだった。何か起きたかい。翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよく分からなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない。具合はどうだい。その君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。オイラも確証がないぞ。お前はどう思う。オイラはちゃんとオイラに見えてるか。 Only you ever ask such a question. Oh, I'm pretty sure you are fine. そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。え？飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか。公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。That's some important info. とにかく数日は
くれぐれも気をつけてくれよ。Let's move about freely gather crew, okay. Eh? What is that? Let's take a look before anyone else show up. What are you afraid of? You are already convicted criminal. Ah, so that. Oh, my, no, you told it. No, koi, mona, nante, nan, ni, mon, nai, zo. Shin, shou, hin, no, kenkyu, kai, hatsu, wa.の助けなしで行っており進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず名前もパッケージも未定の状態で1回目の試飲が行われた。フィードバックによって今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。うん、特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まああまり順調じゃなさそうだけど、資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。うん、これでよし。いつの間にかこんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか。 Let's end the ship。 そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？Let's go investigate kali ya.Let's go work in the production zone. オイラたち、たくさん働くうちに、だんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でも、ずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。Jadi di sini pasti dapat buat terus ya. Nasono imotsu, cino iro no ekitai. Yappari mada seisou ga miete konai na. Omae wa nani ka atarashiku omoitsuita ka? I think I got something. そうなのか？それじゃあ、この
の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ。すでに2つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。Let's spend some coupons to skip our shift so we can go investigate. Oh! じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。おお、一般じゃん。どこやここで。あそこにいるのってミドックだよな。今日はいつもより人が少ない気がするぞ。めっちゃがや。おお、この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。They are getting by。 さすがだね。えらいよ。どうだ？知ってる隠しルールを教える気になったか？確かにいいタイミングだ。ちょうどいい。どういう意味だよ。何がいいタイミングなんだ？あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった。じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。恐ろしいものって何なんだ？食人族の集会さ。アニバル、ブシャだ。食人族だって？このメルピデ要塞に？毎月数回、奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは、奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけど、お前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻ってきたのだぞ。There are still chance that what we saw is in connected to Hannibal. あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか？おいら、血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。You're, do you really think animals would like? そっ
確かに妙に安心したような気が。 Let's get ready to investigate another hidden room. はあ、これいつまで続くんだ。いないな。でも午前中に働きに行ってたやつらが戻ってきてるから聞いてみよう。俺から離れろ。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。あらまあ、おにしれおにで何の話だ。忠告しておくが、余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。Will they be connected to? でもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。うん、ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。 Let's approach it from a different angle. まだ続けるのか。わかったよ。ない。よう、フィールディング。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず、俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいな。夜パトロールしてた時、何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。その Else we hear strange noise at night. そうだぞ。月に数回くらいってところかな。オイラ耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がるやつも多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って、今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば、代わりに報告してやる。今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う？ This might be the days when Adiba are active. 確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。 No reason to not to find out the truth of ourselves. そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。監
手に捕まらないといいんだけどな。Ih, kok jadi horor gitu ya ceritanya? Sekoku nemoi si. Kekalete ru so. Demo, mada necha dame da yo na. Konya wa paipu seijoubi de daiji na chousa no jikan da shi.We just need to wait till everyone else have fallen asleep. そうだよな。もしオイラが寝ちゃっても絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人？っておい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。お、ビシャンライ。Ini bukannya tiga orang yang tadi ya? Tabibito, これ以上寝てちゃダメだぞ。早く起きろって。I saw Zelda in my dream again.Investigating the pipe tonight is the right call. 本当か？やっと真相解明のチャンスだぜ。でも、食人族の噂の方は何なんだ？どう説明できるんだよ。I'm sure we will find out soon now. そうだな。そろそろ時間だし行こうぜ。パトロール中の監視たちには気をつけろよ。Ah, ini bagian susahnya. Avoiding ya. Kiyotsukero yo. Kanshu ni tsukamattara matsui zo.君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。な、with the hair tricks. All those rumors about cannibal and hidden rules. それがどうした。俺たちの怒りを買いや。いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体何をやってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ巨峰エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当に
あんたらが興味持てそうなものはないんだから。There is something calling me. は？なんだって？それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか？ Yeah, to the Tartaglia? 兄貴、そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃、ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて、俺たちを探しに来たのか？なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつって、ここにいた時も随分うまくやってたみたいだな。We came here to learn what happened to him. あの夜、兄貴が言ってたことは、俺たちしか知らねえはずだ。まさか、兄貴は外に出てから、お前に教えたのか？そうか。だったら辻褄が合う。わかった。お前らを信じよう。旅人、うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが、俺たちはひどい態度をとっていた。それどころか、ずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だが、メロピレ要塞は強者を尊重し、実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい。俺たちを懲らしめる時ですら、常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから、俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには、何の代価も惜しまねえってさ。いや、出てるよ、ラルキーに。子分としちゃもちろん、兄貴のことは俺たちのことだ。だから、俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに、食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部、パイプ製浄日の夜に、兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ、噂を捏造することで、囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って、本当に利用されやすいんだな。でも、タルタリアはすでに逃げたんだろ？それなのに、どうしてお前らは未だにパイプ製浄日の夜、毎回ここに来てるんだよ。それが、俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは、実は出口とは言えなくて、あ、行き止まりになってるはずなんだ。いや、ホラーの番が出てんじゃんね。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場につながってて、仮に海に逃げ込めたとしても、水面までの距離が遠すぎて、生きたままたどり着けるやつなんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か執念みたいな感じだったのかな。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ製浄日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日、危険を冒してまでここで見張ってたってことか？ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方本当に外に出たんだろう。でも、あいつが何か、その、想定外なことにあったって可能性は？兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員、そう信じてんだ。わかったわかった。ちょっと聞いてみただけだって。You want to go to the spot where he left? ああ、声を抑えろ。こっちだ。
Gila, gua jadi betul-betul horror liat ini. ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ。潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか？その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。 I know a good diver。 マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があればぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況についてはだいたい把握したからさっさとここを離れようぜ。Gua tahu ini pasti Linette. Yatto kanjin na jōhō ga te ni haitta na. Kore dake jikan o kakete chōsa shita kai ga atta tte mon da ze. Sensui ga tokui tte Fremine no koto da. Oh, Fremine. Mine ni ieba kitto Fremine ni tasukete moraeru yo na.タルタリアのやつ、一体何しに行ったんだよ。ほんと、骨を折らせるやつだぜ。まあ、あと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと、一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ、旅人。おじゃみし。コンプリート。Are you kidding me? もう遅く。まだ眠たいぞ。昨日の夜はいろいろあって大変だったな。Let's take the morning off. あれ、また。そこにあるのって。まさかリネのカードだ。 It's been a while since we contacted him. 何が書いてあるんだろう。オイラがきっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報をつかんだんだ。おお、ラッキー！今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報をつかんだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。What? え、what? Oh my god. What though?